これちょっと今こう今度もね出てくる、はい、ちょっと白っぽい色少し塗ってみますけど、はい、白ではありません。で白使うことはほとんどないんです。はい、で白は一番最後にこの、まあ、一番明るいところらへんで、しかもその中のハイライトだと思う部分にちょっと入れるだけで、あと基本的にはこういうあのニュートラルグレーっていう、ニュートラルグレー、はい、でこれいろんな番号あります。これ8番、これ白 白に近いですね。これなんですか、ニュートラルグレーの8番ですか。ニュートラルグレーの8番、はいはい、ニュートラルグレーにいっぱい番号があるんですか。 5番とか7番とか。なるほど。で5番になるとかなり灰色っぽいんですよ、はいはい、で7番がちょっとこう白っぽくなって、8番はかなり白に近いんですけど、で白じゃないんです、はい、で あの圧倒的に白との違いがあって、この、はい、あのニュートラルグレーを使うと、あの、まあ、言うたら白に近いんですけど、おとなしいんですよ、色の出方が。だけどここに置いたら分かりますけど、これほぼ白です。はあ、はあ、で普通のこの辺のとこならもう白の代わりに十分置いていきます。こういう形で。不思議ですね。白でしょ。白ですし、それ水面ですね。今度これずっとこう落ちて、はい、あ、なるほど。これも下にこんな色が置いてあるから、できるだけの話で、だからあのね、いろんな色を下に置いといたら、その色はね、ほぼほぼ全部いきますので、で怖がらんで置いておいてって言うんやけど、やっぱりその色を置くっていうことに対してはやっぱりすごい神経質な話が多いから、はい、はいはい、その中で言えば少しあれですね、あの下書きの鉛筆も少し見えつつ、はい、方向性が決まってるんですね。まあ、あのアクリル絵の具だけはこの辺がこんな状態でここだけ仕上がってますっていうことがあり、売ってしまうので、はいはい、これ今あの、割と穏やかな水面に続くところに入っていて、はい、水平に筆を使ってらっしゃるんですが、はい、流れてあの、はい、流してください。こうじゃない、流してください。はあ。やって、分かる。方向性があるんですね、その下へ向かって。あのね、これね、はい。あのね、こうしてある人結構いたね。うんうん、横書きではないということね。そうじゃない。うん、あの、水って、流れるじゃないですか。はいはい。流さないと。なるほど。流していって初めてここまでずっと流れてくるんですよ。自分の手で流していかないと。でここからこうやって入ってくるわけです。そこの岩の上に水が乗りましたね今ね、うん、ここまで来ると岩があるから岩の上にふーっと乗るんですよ。でこのままでこうずーって来て、ここまで来るからここから落ちようんです。いやいや、例えば立体造形の場合だと、はい、事実その発泡スチロールかなんかで岩を作ったら、その上にクリアを乗っけるじゃないですか、その寒天状のものというか、はいはいはい、ね、岩の上に水が乗りましたね今ね、うん、あのこれね、自分でねずっと確かめながらしていくことが大事で、でこれ今ちょっと白の中に実はちょっとこれ黄色っぽいの入れてます。黄色、これなんだろう、これも面白い色で蒸し栗色って蒸し栗色、はい、蒸した栗の色、ああ、はい、なるほど、はい、虫食いの色ではなくて、ね、虫食いの色じゃなくて、ジャパニーズエナメル、エナメルですね、はい、でこれを入れることによって、その光のいわゆる温かさ、うん、あのね、明るいイコール光が当たってる、光が当たってるとどうやって光って温かいんですよ。そうするとね、白そのものすごい白って冷たいんです。でその中に少しこうやって黄色み入れる、はい、その黄色みがその光のあったかい感じと、で光の感じと両方出して、うん、はあはあ、であのつくつかないにかかわらず自分で流していく、はいはい、ついたようなついてないような形にして流す、うん、少し水面のきらめきがちょっと出てね、あの流れてきてますね、少しこの辺にちょっと流れが出てきます。
ですね、はいはい、でこれがこのままでこう入っていくんですけど、これまだちょっと白すぎるんです。これもちょっと置かないと、はい、このままで塗ってしまうと真っ白になってしまいますから、でその分は少しもうちょっと色を描きたいと思います。これ少し緑系が入っているんで、水の流れの方向にその直線的に行くわけではないんですね。ないですね。ないですね。あの特にこういうところなんかは、はい、もうほんまに。だけど前の方に来るので、うん、この方向結構大事で、はいはい、手前に流れてきていますよ。手前に流れてきてますよって。うん、でそれにひっつけていろんな色をそれに合わせておいていくということが大事かなとは思いますけどね。うん、ここからが一番この流れがぶつかり合って複雑なところですけど、はい、ここで大事なのは、はい、あのいわゆる混ざるのでバーッとで綺麗にその白っぽいやつがバーッといかないです、うん、この、うん、ぐにゃ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 っと混じってる色を、はい、こうゴシ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 とこういわゆるこの泡立つような感じを作ってやらないと、はいはい、あの次のちょっと模した時にこう綺麗な感じで出てこない、ね、非常に複雑な流れが生まれているところで筆の動きそのものもその複雑さを持って、そうですね、塗っていってる、はい、だけどあの意図的あの頭の中では常にこの水っていうのはこっちの方に流れていくっていうその方法をずっと持ってる、はい、うん、だからどんなにどういう流れのこの形を作っててもこっちの方に流れていきますよっていうのは自分では意図しておかないんじゃないですか。そうですね、うん、そうするとこういう線ある程度こういろんな線っていうのがこの水の流れをずっとこう作ってくれるので、はい、このところでゴニャ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 ーと してたとしてもこの水は自然にこっちの方が流れていきます、うん、だからその自分でこうどんなふうにそのこうこれが混じっていってっていうのはいやないけど常にこう頭の中ではこっちの方にでそれを意図的にこんなふうにしてしまうと流れはものすごい単調になってしまうので、はい、ここっていうのは混じってシェイクうわってなるよねって、うん、だけどここのところにずっとこうやって流れてここのところにこれ背中がきれいに見えてますよね、はいはい、だからこの辺はうわーってなってるけどこの辺に行くに従ってずっとこういう流れがはっきりしていくわけです、うんうん、この下の方がもっとはっきり出てくる、はいはい、でここなんかもそうですよね。そうですね、こうなってきたやつがこうなって流れていくからこっちの方にずっと流れていく、うんうん、一度そ水底まで潜り込んだ水がもう一回上がってきてるんですね。もう一回上がってくる、浮かび上がってくる、はい、そういうのがこのこういう中間色のこういうのに出てくるわけですね。こういう、うんうん、だからこういうものっていうのはやっぱりすごくある意味大事にしていってやらんと、水がこう沈むような形になってこない。やりようとしてはあの これですね。こういうでこっち側の方にずっとこれがある程度こう流れとしてはやっていく、うん、でこうカスカスでこうやっていく場合と、はい、水たっぷりつけてでこうやっていく場合ありますけど、そうするとこうだいぶ描き方としては違うてきますので、うん、でカスカスっていうのはあのこれね、はい、こう水つけるとこんな感じになってくる。だいぶこうタッチが違ってきます、ね、そうですね、うん、そもそもと絵の具の乗り方が違うんですね。違いますね、うん、この辺の赤いを聞いてますよ。そうですね、水底のあのそうこれが効くね。だからいろんな色を置いとかんだからです。水底のあの踏んだら滑る石ですよね。そうね、なんとなく見えてるような見えてないような、でも確実に下にあるよねって。これ例えば今日は川なんかね、自分しょっちゅう行くでしょ、はい、そうするとこう川底の感じって知ってません、うん、そうするとこれ見てても川底ってあるっていうのは知ってるから、うん、でこの川底が感じられるか感じられへんかって、ね、大きな違いが出てくるね。そうですね、
うん、こう水の深さというのがこう見えてきますね。そうだね、うん、でこうあここだいたいあここは危ないとかってよう自分でも分かるじゃないですか、はい、そういうものってのはある程度ずっと出てくる。だけどそういうのを出そうと思うとそのいろんな色が混じってるやつがこのところに出てこないとあかんのですよね。まあそうですね。決して魚影が描かれているわけではないのに魚を感じるのはそういうところですね。そうそうそういうことですね。だから行ったことのあるその実感、いわゆる実感っていうの、うん、そういうものってすごく大事なんで、そこである程度流れみたいな感じで。そうですね。この、 あの赤材の渓谷なんてあの先生の個展にねよく足を運んでくださる思想師の皆さん、はい、ね、はい、ああそうやね、子供の頃遊んだのはあの川の感じそうや言ってね、用意してあるもんね、ほんまに用意してあるね。だからね、あの変なもん書いたらね、これえっていうのは多分なんかあるんやと思う、うん、こう不思議ですけどリアル以上にリアルを感じるんですよね。なんていうかな、うん、こうでも写真はもう見えないので申し訳ないけど、そうすると例えばここのところにずっと来てで、ある程度こうやって自分でやっぱりそういうものって見ながら出てくるから、うん、そうするとここの先の話じゃないけど、ここの部分のこの引っかかり、はい、それから、うん、あの水のこういう跳ね返りみたいなやつがあるでしょ、うん、あれも本当はこう水が上から来てるからこう描きたいんやけど、描きたいんやけど描き方としては逆さまやね、縦でもう下から下から飛んでいく、うん、そうすると見た時に上からこうペッとこうスヨッと流れてくるように見える、うん、だから上と下と両方をうまく使っていくってことが大事かな。でここにちょっと一つ流れがちょっとあるので、はい、実際には見えないですけど、うん、この流れは少し活かしたいと思います、うん、実際渓流はね、あの落ち込みと岩でぶつかるとあの非常に細かく逆流してるんですよね。逆流してますね、ええ、だから一方方向には行くことはないんですね、うん、あの水難事故で引き込まれたりするのもね、あの水底に向かっての流れができてたりするので、うん、やっぱりでも水面に現れてくるんですね。現れてきますね。このあの川って結構複雑でしょ、流れみたいなやつが、うん、はい、その流れでも一方方向には向いてますよね。そこのところうまく作っていかないと、その、まあ、自然に流れてるような感じに見えないです。で一番上 の、 そのちょっと明るめのところっていうのはやっぱりこうちょっと少し黄色みを帯びた色をちょっと置いていってやると、その一番表面のそういう色味が出てきますし、ただ単にその冷たい白っぽい感じの水じゃなくて、そうね、まあ言うたら光を感じる水にはい、はい、することができますね、そんなにあの白っぽくないんですけど、ここね一つちょっと流れここちょっと作っておきたいの でこの流れで何かと こっちの方に出てくる、例えばこの流れですね、はいはい、この流れちょっとだいぶ強調してますね、うんうんうん、この岩の上を薄く乗る水ね、逆巻く水、しっかりと全体で手前へ向かって流れていくっていうね、うん、だから自分でその流れやっぱりこうある程度理解しておくってことはすごく大事ですね、うん、だからこれはもうここに合わせて、いやここにこんな色があるんじゃなくて、自分としてこれをどう流していくかっていう、うん、この水をこう流れてこの水流れでその中で作っていく、まあそうなるともうこれはもう一つ参考、あ大体こんな感じやねんなっていうのは
参考にはなりますけど、やっぱりこの細かい自分の流れっていうのはやっぱり自分で作っていく、そうですね、作っていくのがすごく大事です、ね、そうですね。この写真のコピーということではなくって、やはり写真からスタートしたその創作物であるというところが外れてないですね。そうですね。あの写真のコピーでは書けないですね。うん、だからなかなか流れないで、一生懸命写真見て書いてはんねやろなっていう絵もあるんですけど、流れないですね。流れを自分でこう作っていくことがすごくやっぱ大事だなと思いますよね。うん、渓流は非常に凹凸が激しいので、はい、その光の入り方の方向みたいなことが、はい、あの均一に取りにくいんですけど、はい、ちなみに今日のこの場面で言うと、これもね時間的に言うたらもう4時頃なんですよ、はいはい、ちょっと低いんですね太陽が、そうなんの、低い低い、だからあの本当はこう差し込んでくる光があるとすごくいいんやけど、はい、もうこの時間になる、もう3時過ぎると多分もう何ていうのかな、影になってしまう全部、はいはい、結構この部屋はまだ光ってるんですけど、うん、でもあのここの光はちょっと後で強調はしますけど、でもあの基本的にはもうあんまりこう光そのものはないんです。でほんま昼間とかにこう木漏れ日みたいなやつがダーッとあると、はいはい、それはそれではさ素晴らしく綺麗なんですけど、なかなかそういうのはね、その時間内そこにすっとおらないと出会いはできないですね。山の中はね、山の中は時間が早いですもんね、はい、早いですね。しかもあこれ逆さまや、午前中に来たらよかったっていうのが結構あったりいろいろしますよね。まあ、でもこの先生の思想、朝子、うんね、それからあの奈良の、方とかも、はい、この山の中の、ね、山の中のこの渓流のシリーズで、ね、人気ですからね。赤目好きですね、うん、赤目は本当によく言って、この辺で行くとほんま思想はあのいい渓谷がたくさんあるでしょ、あそこは、あのあそこはええとこやなと思いますよ、飽きないですね全然、うん、ですぐ近くに他の別のやつがあるんですけど全然違うんですよね、バイク川によってね。ああそうですね、支流、うん、支流でも全然ね、うん、ちょっと違うとも全然違うでしょ感じが、うん、だからすぐ近くにもいくつかあるんですけど、だいぶ雰囲気は違いますよね、ちょっと一遍ここで置いて全体ちょっと見たいと思います、はい、はい、ちょっと一遍置きます、はい。いかがでしたか、楽しんでいただけましたか、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。